実況させていただいてます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、ドラクエ3ですね。こちらね、この真のデータね。これでいきます。はい、これね。裏ダンジョンの方にね、ちょっと今日はね、行きたいなと思ってます。ジキル・シン・ポニー・テールというね、パーティーで、はい、行きますね。呪文、あ、ルーラじゃないな。ルーラじゃない。これ乗っていくんですよ。不調ラーミアの神曲を聴きながらね、空を待っていくというね。で、竜と女王の城っていうのがあるんですけど、そこに行きますね、まず。どこだったっけな、この、こっち。あ、これ違うな、これ。こっちかな。これ地図って見れたっけ、これ。あ、地図見れるね。あ、もうちょっと上やった。こっちやったと思う。あ、もうちょっと上やな。これやね、これ。あ、ちょっと、ここで降りる。はい。裏ダンジョンね。神竜っていうのがいるんですよ。竜の神ね。それを、と戦いに行きますね。ね、それを倒しに行くというか。まあ、倒せるかどうかわかんないですけどね。久しぶりにやるんで。前一回倒したことあるんですけど。はい。ここですよね。展開に浮かれたのですね。羨ましいですわ。こっから行けるんですよ。ね、ここね。まあ、あれですよね。裏ダンジョンへの入り口ですよね。はい。そうか、ここの敵強いですからね。うわ、出たー。こいつキラークラブ、こいつ厄介やったと思うねんな。とりあえずもうしょうがねえか、戦っていくか。もうちょっと待ってよ。道具。もうこいつ持ってないか。で、道具で。あ、こいつ戦いやな。はい。道具。賢者の石。道具。賢者の石。あ、ミスった。うわ、寝やがった。もう眠らせてくるんですよ、このキラークラブはね。眠らせてめっちゃ殴ってくるんですよね。あ、またやってきた。倒した。もう逃げない方がいいんですよ、こいつが出てきたわけはもう。火力差とか。呪文。はい。で、ちょっとね、道具で、4人目か。祈りの指輪渡す。三人目、賢者の石で、こう交換しといて、賢者の石使いやすいようにしとくと。うん、道具として使うときにね。うん、使いやすいようにしておくんですよ。うわ、出てきた。こいつらも戦おうも、普通に。いいか、攻撃でも。で、道具です。そしたら賢者の石にとこう。
それなりに攻撃力ありますからね。もうね、逃げるとね、ちょっと余計にね、やばくなるから、なるべく戦おう。はいはい。ああ、またキラークラブいる。こっち先攻撃した方がいいな。道具で、キュンキュンいるし。で、しかもね、こいつ、確かね、スクルト使ってくるから、キラークラブ。防御力も強くなるんですよね、後で。先に倒さかんと、やっぱ眠らせてくるしね。あ、逃げた、ゴールドマン。ゴールドマン無視してもいいな。キラークラブ集中にしよう。で、道具、賢者の石。ミスターをした。めっちゃ遠いやんか。めっちゃ遠いだな。まあこのゲームはまだエンカウント率はね、そんな高くないからいいけどね。また出てきたこいつら。回復しながら、一人は補助でね、回復してもらってね、戦うと。それがまあね、一番理想的でね。めっちゃ、長いねんな、この洞窟な。ほんまに。あ、またできた。始まっちゃう、道具。あー、やってきたー。守備力上げるやつ。防御力めっちゃ上がるんですよ、こいつら。ほら、またやってきた。でも、めっちゃ硬くなるんですよ。で、眠らせてくるしね、こいつね。厄介なんですよね。呪文使うか。呪文で倒そう、もう。ヨナズン。その場合はね、防御力上げてきた場合はもうね、呪文でやるしかない。そうじゃないとなかなか倒せないかな。はい、これでいい。しょうがない、こういう時は。ちょっと一応回復させとくか。横まで、できる。はい。こう下から行く。あ、違う。こっちじゃなかった。間違えた。これ大きい。道間違えたらちょっともう、ね、あー、これ強いな。ダークトロールや。あ、ミスった。うわ、硬いなやっぱり。相変わらず硬いな。ヒットポイントは高いな。これはもう二人が賢者の石した方がいいな。
うお、怖いな、こいつら。ちょっと待てよ。とりあえず、シーンやろ。道具の剣じゃないし。うわ、めっちゃ強い。倒した。注文、ザオリック、ザオラムしとこか。もう一応、あ、生き返らない。そうか。あー、もうもったいないねんな、これするとね。あー、ザオリック、もうしょうがない。めっちゃマジックポイント無駄やったな、今の。3回ぐらい。ルゴマ。あれ？ちょっと待って、どういうこと？これ間違えた道。ああ、そうか。真ん中から行かなあかんのか。そうか。こっちか。こっちから行かなあかんのか。うわー、また嫌なやつが出てきた。いいか、とりあえずこれで、ちゃうちゃう、道具、剣じゃないし。うわぁ、強い。わかんな、これ、ちょっとこういう組み合わせできたときは呪文使わな、しょうがないな、これ。攻撃呪文で。ちょっと待った。これはもう道具で、賢者の位置にして。今、言わないぞ。まだ死なないのか。やっと倒した。で、こう行って、こう行って、これか。キラークラブか。で、あ、ちょっと待って、今変なの。で、道具で、変じゃないし。よしよし。うわ、ちょっと待って、こいつは、お、よかった。バシルーラ使ってくるからね、あいつ。よし、よかった。で、下行くんよね。あ、違う。こっちか。で、こっちから下か。あ、そうか、上やね。あれ、上や。うわ、いや、また嫌な出てきたな。呪文じゃないって、道具やって。シャガルコ、うわ、痛いな。またスカラやってきた。まだね、この辺のモンスターまだいい方ですよ。もう、先進めばもっと強いモンスター出てきますからね。本当に。ボス並みに強いの出てきますからね。まだいい方ですよ、この辺の敵は。
で、こうやな、こっちやな。これあれやな、ヤマタノオロチが出てきたら洞窟やんね。お、ハグルメタル。これは集中攻撃しよう。ああ、やっぱ逃げるな。キムちゃんの石使っとこう。ああ、逃げた。うわ、チンクヒドラや。ちょっと一旦逃げれるかやってみようか。一匹やから。ああ、ダメか。ああ、ダメか。これ系は倒すしかないのか。しょうがないな。雑魚としてね、普通にキングヘドラ出てきますからね。本当に。あ、間違えた。ケンちゃんの石使うの忘れた。まだ生きてんのか。うわ、まだ生きてんの？買ったやつやな。うわ、倒した。あー、くそ、一歩手前で出てきやがった。うわ、これめっちゃ強かったと思うねんけどな。これは二人が賢者の石。じゃあ、ちゃうちゃう。賢者の石にしないと厳しいな、これ。うわ、そう、こいつ麻痺してくるんや、それが。だからめっちゃ強いイメージがあったんよな。全滅した記憶あるんで、こいつでね、昔。ああ、そうか。麻痺してるから二人しか使えないのか。うわ、強い。やばい。やばい。ああ、くそ。やばいな、これ。どうしようもないな。麻痺直すようがないもんね。攻撃するしかないよな。魔法使おうか。ミラトーマ。あ、ちゃう、ルカにちゃうっつうね。うわー、マジで？ちょっとー、
やっぱりな、さっき全滅したことあるって言ったけどさ、なっつってるやん。おい、記録すんなよ、おい。マジかよ。一旦これで切りますね。すいません。ちょっと失敗です、今回は。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったら、YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。実況させてもらってます。シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、ドラクエ3ですね。こちらの、裏ダンジョンのね、挑戦をね、ちょっとしたいと思っています。神竜をね、倒しに行くっていうかね、はい。非常に難しいダンジョンですけどね。どこだ？いつか。ほとんど上行けばいいやな。こう行って、上。竜の女王の城やったかな？確かそこに行かなきゃいけないんですよね。あ、まあ、この上やね。ここやね。はい、ここから行きますね。いや、非常に難しいダンジョンなのでね、本当にクリアできるかどうかもわからないですけど。もう途中の道中もかなり大変なんでね。相当な精神力を使い果たしますよ、本当に。長丁場なんでね。ここですよ、この洞窟ですよ、もう本当にね。地獄の洞窟ですから。あ、来た、こいつら。で、呪文じゃ道具で、賢者の石。よしよし。あと、もう、わーっていったれ。で、倒した。ほんとね、相当難易度高いですから、ここは。キングマーマン。どうも、賢者の石。倒したあ、違う、間違えた。一歩早かった。こっちやった。さあ、やっぱ出てくるよね、こいつらもね、結構。テールか。テールが賢者の石やな。厄介やな、こいつらも、ほんま。ジキルだけやもんな。あ、そうか。もう、使おうか、ギガデインな。ここまで防御力強くなったらこれ使わざるを得ないよ、本当に。これは、下に行けばいいな。一番下まで行く。うわ、これは、いいか、普通に戦おう。ちょっと待った。これは、あれやな。呪文じゃない、道具。賢者の石で攻撃。
あれしようか、戦おう、こいつも。そう、ドラゴンはヒットポイント弱いからな。すぐ倒せるんですよ。全然怖くないからね、うん、あ、こいつらちょっと待った、これが道具の剣じゃないし、あと攻撃倒した。あと上、あ、惜しい。道具で剣じゃなしで攻撃。よし。倒した。あ、また出て、うわ、キングヒドラがいる。かあ、きついな、これ。クラークバ、クラブ、さっき倒したから、俺ね、眠らしてくるからね、こいつは。ポイント1000ぐらいあるんちゃうかな、キングヒドラはな。うわー、強い強い。やっぱり。まだね、キングヒドラはいい方でね、後の方になってくるとね、バラモスエビルっていうのが出てくるんですよね。めっちゃ強いんですよね、それがもう。比べ物にならんですよね、こいつとは。倒した。ちゃうちゃう、間違えた。道間違えたらあかんねんね、ほんまに。無駄なことないよね。うわ、また出てきたか、おい。厄介やな、こいつら。これはもうあれやな。魔法使うか。これで、賢者の石で、呪文。メラゾーマ。キラークラブでいいや、もう。もったいないけど、しょうがない。厄介やから。
あれ、一匹しか当てられへんの、メラドーナって。一匹なんや、メラドーナって。レモンちゃうわ、道具。うわぁ、2回もやってくるからな。うわ、2回やってくるのが嫌やな、厄介やな。うわー、強い。硬いなぁ、ほんと硬いなぁ。なかなか倒せないやん。もうボスやからね、一応。もっとボスやからね。あー、ここで出てくるな、やっぱり。ダークトロール。賢者の石で、ここ行けでいいかなぁ。うん。あー、バイキリコすげえおった、こいつ。うん、2回ペンチャンスしとった、一応。バイキリコ使ってきたから。あ、よかった、よかった。倒した、その前に。あとはもうこれでいけんちゃうかな。あ、でもスプルト使ってきよったな。硬いな。よし、倒した。あー、これね、ピラミッドやね、これね。ピラミッド、そうか、こういうことか、こういうことか。うわ、デビルウィザードマントゴーア、うわ、きついな。賢者の石で。2回賢者の石した方がいいかな。一応、うん。めっちゃ強そうやな。うわ、バイキルトしてくんの、こいつ。嫌なっちゃな。うわ、炎系やもんな、こいつもな。うわ、バグクロス。うわ、きついな。道具、賢者の石、いいか、攻撃やってみようか、一回これで。ルカナンやってきよった。
あ、聞かなかった。よっしゃ、ウィザード倒した。あ、倒した。ちょっと回復しておくか。メタルみたいなやつが出て、メタルキメラみたいなの出てきた。メタルキメラやな、まさに。うわ、強い。硬いってことがメタルキメラっていうぐらいやから。うわ、メラゾーマや。よし、倒した。で、またこれね。あ、これだけか。狭いだけか。ここは狭いか。キラクロワルか。あ、またラリフォーしてきよったこいつら。スカラとスクルと2種類使ってくんねんな、こいつな。あ、こいつ出てきた。どうだった。遠慮なくボスが出てくるっていうね、雑魚でね。本当にとんでもないところや。死なんなこいつも。お前硬いやつやな。よし、倒した。
ああ、そうか。そういうことか。これはこれだけやな。これ確かネクロゴンドの洞窟かなんかであったね、こんなとこね。確かね、あれやったよね。寝るとこがあるんやったな。確かあったと思うんだけど。回復できるとこがあったね、じゃあそれね。いいえ。ね、どっかでね、寝れるとこがあったと思うんですよね。いっぱい。そんな話はいいね、もう。そんな話はいいの。どこやったっけな、この裏から行くんかな。そんな。あれ回復するとこなかったっけ、これ。なかったっけ。しまったって言って、これ回復はしないのか。回復したのかな、どうなんやろ。これね、落ちたらいけないんですよね。落ちたらね、戻されるんですよ、また。落ちないようにしないといけないんですよ。しかもめっちゃ強いやつ出てくるからね、ここね。バラモスエビルとか出てくるからな。あれ？どういうこと？自分の事故だ。ああ、そうか。渡らないかんのか、あそこ。ここ渡らないかんねや。あ、出てきた。うわー、出てきたー。やっぱりこいつ出てきた。やっぱ出るよな、一回ぐらいこいつら。と、鉢合うよね。テイル、ヒットポイントやばいのにさ。やばいやばい。うわー、やばい。あー、やっぱ死んだか。ちょっとやばいて、おい。うわー、強えわ。もう二人死んでるやん、もうすでに。
ちょっと待ってよ、ポニーは、ポニーってやばいからな。まず、ベホーマーで回復して、で、呪文で、ジャオリック、テール、サクテール。やばいやばいやばい。ああ、もう死ぬやん、ポニーが。うわ、もう逃げれるかな、これ。わあ、やっぱ無理やんなー。これ、厳しいでー。ちょっと、また回復やな、これ。やばい。ちょっと、ザオーリックは、ザオーリック使えないもんな。ザオラルしか使えないもんな。うわ、やばいってこれ。あ、生き返った。あ、生き返ってないか。うわー、厳しいな、これ。回復させるしかないもんな、これな。それ以外滑れないわ。やばいやばい。やばいやばい。くそ、もう失敗です、また。すいません。はい。終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。YouTube とチャンネル登録よかったらお願いします。あお実況させてもらってます。シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、ドラクエ3のね、裏ダンジョンをね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。最後のね、神竜がいるね、裏ダンジョンなんですけどね、もう相当難しいね、洞窟ですのでね、相当ね、覚悟がないとこれね、根気がないとね、なかなかね、クリアするのは厳しいんじゃないかと思います。もう実はもう2回全滅してましてね、3回目にですね、今回ね。しかもね、神竜のボスまでたどり着いてない状態で全滅してるのでね。で、死ぬほど長いダンジョンですから。さあ、今回行けなかったらちょっとね、一旦ね、諦めようかと思いますけど。また気が向いた時にやりたいなと思いますよ。本日はね、これでもしやられたら諦めますね。賢者の石で攻撃。長丁場なんよな、このゲームは基本的に。この最後のダンジョンは。さすがに時間的にも厳しいよな。賢者の石で攻撃。ゴールドマンはそんな強くないんでね。はい、倒した。はい、できる、上がった。で、ポニーが道具で賢者の石、はい。眠らされるからね、こいつはね。
ここ下行くんですよね、これね。ああ、サラマンダーは後でもいいかな。あ、でもな、厄介やもんな、サラマンダー、サラマンダーでな。うわ、一気に眠されたやんか、これ。もうめんどくさい。いろんなやつも。また眠らされた。長丁場でね、こいつがめんどくさいんですよね。ほんとにこのキラークラブはね。あ、ゴールドマンは大したことないな。こんな何回もやってたらね、道覚えてしまいますよね、ほんとね。はいはい。まあ、またこいつら。はい、倒した。はいはい。長丁場なんですよね。ここの洞窟はね。ああ、もうちょっとやとにな。ああ、またこいつら出てきた。めんどくさい奴らが。あかんな。やばいな。テール、ポニーテール、てか、ポニーやばい、ポニー、ポニーやばい。賢者の石、道具、賢者の石しとこう。長丁場やな、こいつら。長丁場なんですよね、キラークラブでできたら。あ、ここあれやな。ここはジパングの洞窟と同じ形なんですよ、確か。キングヘドラ出てくるからな。あ、こいつか。スクルトしてくるからめんどくさいな、こいつらな。ラリフォードスクルトしてくるからね。
めんどくさいんですよね。これもう魔法で倒すか、防御力上がりすぎてるから。長丁場、うわ、全員に終わらされた。めんどくさいんですよね、こいつら、ほんとに。時間かかるだけなんですよ。ジキルはなぁ、攻撃するしかできないかなぁ。ガデン使っとけ、もう。で、バギークロスでもやるか。ああ、そうか。もう2匹でいいや。1グループか、これ。バギークロス。もったいない気がするけどね。やっと倒した。しゅわれた。回復させておくか。5本目でいいんちゃうかな。うん。あ、間違えた。くそ。あれ、命取りなんですよね。それだけ敵と遭遇する率高くなりますからね、迷う分はね。これは、あれやな、厄介な、あれやね、組み合わせやな、これまた。言わずに使っとこうか。バイキルトを使うからな、こいつな。やばい。やっぱりな、瞬殺的な、破滅的な攻撃してするからね、あれ使ってる、持ってるから。バイキルト使ってるから。倒した。あ、ここに上がった。破滅的なね、強さなんだよ、うん、ここね。ここ確かね、こうやったよな、道は。ドラゴンゾンビか。これ出てくる敵もね、運がありますからね、ほんとに。いや、めっちゃ厄介な敵で出てくるとね、不利になってくるんで。まだマシやなってやつが出てきたらラッキーと思った方がいいですね。マントボーアか。まだマシやな。まだマシや。倒した。まだ弱い方やから、こいつは。あ、来た来た。うわ、出た。キングキドラ。こいつ倒した方がいいな。ゾーマの手前に出てきたボスがね、容赦なしに出てきますからね。雑魚モンスターとしてね。本当に、ひどいとこですよ。
うわぁ、全員食らうからな、これ。あいつよう見するなぁ。命中率悪いなぁ、多分な。よう見するやつは。うわぁ、強いわ。ほら、バカかこいつ。アホか、お前。消えろ、お前。当てろよ、ボケが。雑魚が。ジキルボケやな、お前。アホちゃうか、お前。雑魚が。これまっすぐですね。ここや、ここ。まあ、ここはあれですね。一回ここにね、うん、これよくわからんのですよね。なんでこんなとこに出るのかがね。おじいさんのいるとこに行くと、これあれかな、最大マジックポイント回復するのかな、これ。これ飲んで迎えよう。やけどしてしまったで終わりやからね。どういうことかわからんねんけど、いまいちね。で、これがね、めっちゃ難しいんですよ。強いんですよ、敵がとにかくね。こっちかな。ここね、バラモスエビル出てくるときあるからな。気をつけんとね、落ちてもいけんからね、これ。いけないんですよね。気をつけなきゃいけないんですよ、それは。あれ？あれ？どうなってんの、これ。行き止まりか。バシルーラ使ってけへんやろうな。怖いな。こういう、これ系のやつって怖いんですよ、それが。ちょっとね、あれしとこうか。いろんなやつも使っておこうか。バシルーラ使ってきたら怖いから、こいつら。この鳥系ってね、使ってくるイメージがあるから。うわ、100やって。ああ、やっぱやってきた。ああ、怖いわ、ほんまに。ちょっと待って、もう全力で倒すか、これ。ね、一応ストーリーはね、これ使っちゃうわ。これ使った方がいいやろ。ほんで、呪文で、もう一回の、ようなやつにしてしまおう。いや、効かなかったんか、あいつには。
ベホマラー。うーわー、ベホマラー使うもん、こいつ。まあ、いや、マシュルは逃れたから、とりあえず。倒した。わかった。ちょっと回復しとこうか。両方まで行ける。どうか行き止まりやったのこれ。うわ、出てきたー。しかもデビルウィザードいるしな。ギガデン使っとこう。もうしょうがない。で、賢者の位置で呪文読まずんやな、読まずんやな、うん。うわ、ミラゾーマ。うわ、強えわ。よし、あとこいつ集中。道具、賢者の石、呪文、ミラゾーマ使っとこうか。攻撃、道具で、賢者の石で、呪文、使っとくか、メラトーマ。死んでる場合じゃないわ、強いから、こいつ。今倒した。いや、道具、道具。道具じゃ、呪文。ほんま、これ真ん中でいいのか。あっ、行き止まりやんけ。どうなってんのこれ。こっちか、こっちなんや。あ、こちらか。賢者の石、もう使っとこう、ユナゾンね。もう、強すぎるから、こいつらも。これより強いやつがいるんですよ。鋼のなんとか。何やったかな、鋼の石像かなんか、そんな名前やった気がするけどね。うわ、やばいな。スキルが。あぶねえ。うわ、いいタイミングで回復してくれた今のは。道具で、賢者の位置で、呪文。もうしょうがない、使うしかないよな。あー、死んだ。ミスるなよ、ボケ、ほんまに。ミスられると困るんよな。で、道具、賢者の位置。
まだ生きてんのか、こいつ。やっと倒した。呪文、ベホーマ、マジックポイントまだ大丈夫か。なんとかいいな、まだ。こっちか。あれ違う。あれこれ、道間違えてんのか。ややこしいな、ここ。うわ、また出てきた。ほう、出てきやがった。これもう全力でやるしかないなぁ。ギガデイン。賢者の石。呪文。ルナツン。うわぁ。あかんなぁ。もう迷ってたらやばいな、これ。あれ、効かない？そんなことある？あー、やばいやばい。あー、よかった。ギガテン効かないか。いや、イオラにしとくか。で、道具、賢者の石、呪文、ヨナゾン。あ、またやってきた、おい。ああ、よかった、来なかった。ああ、向こうやってきた。ミスるなよ、ボケ、ほんまに、あいつ。もっと、気合入れてやれ、気合入れて、アホが。マジポイントなくなるな、あんまりやってたら、これ。セーブルはもうやっとこうか。しょうがない。やばいやばい。いや、連続でやってくるからな、こいつは。ほんま厄介やわ。攻撃。これ2回やらした方がいいな。賢者の石。結構減ってるからな。うわぁ、強えわ。武者震いするもんね、ほんまに。それぐらい、今武者震いしてますよ、僕、ほんとに。怖すぎてね、ほんとに。これ満タンするか。あ、でもあれやな。満タンしとくか。マッチポイントめっちゃ使うけどさ、しょうがないわ。これこうやな。こういって。この間から行くんやな。こっちからこう行くの。あ、いい？ちょっと待ってよ。違うよな。あ！落ちたあかんやん、おい。落ちたあかんやろ。何しとんねん。戻ってまうやろ、こんなことしたら。あー、しもた！何してんねん。落ちんな。おい、どこへ戻られへんやんけ、おい。どうすんねん。もうわけわからんなってくるやん、こんなことしてたら、道が。あかんな、これ無理かもしれん。っぽいぞ、これ。パターン的に。おい、くるくる回んなぁ。まだエンカウント率低いからまだいいけどさ。これ合ってんのかなぁ。さっきのとこちゃうの。あ、違う。ここ間違ってるやん、おい。ここは行き止まれちゃうもんな。上やな、俺。
うわ、また出てきた。あんな、ここ迷うな、めっちゃ。同じような景色だから迷うわ。うわ、これ最悪の 3人やな、これ。こうで、呪文で、ギガでいいんでいいかな。賢者の石、呪文、もうないぞ、マジックポイント。ギガナイトも使えるかな。ああ、足りないわ。レギュラーコンしかないわ。あ、そうか、これ1ブロックやったっけ。しょうがない、もう攻撃でいいや。あ、そうか、こっちにしよう。賢者の石。そうには効かないかな。あ、効いた。あ、強いやつばっかり。一回使っとこう。道具。ちゃうちゃう、薬草ちゃう。変じゃなし。よいしょ。めっちゃ一匹になったな。もう一回使った方がいいな。よし。うわ、倒した。いやー、きついわ。精神的にきつい。あれ違うのか。あー、違うな、これ。こっちか。うわー、わからんぞ、道が。迷ってたらあかんやん。2回転じゃなくて使っとこう。あ、きついなおい。強いなぁ。うわ、やばい。うわ、やばい。ちょっともう。おぉ、ミスるなぁ、おい。うわ、強いわ。疲れるわ、もう。これ、
違うのか、道が。これどう行くのかな。下か。どうかな。道わからんな。うわ、これはきついわ。2匹はきついわ、これ。うわ、終わって、こんなん。味も覚えてないからな。これは、ルコマズン使えるかな。そりゃそう、使えないか。まず、テール、今、回復させておいて。賢者の石。あー、やばい。やばいだ、やば。うわ、意味ないやん、これじゃ。うわ、逃げられへん。あー、きついな、これ。うわ、どうしようもないな。あ、やばい。あ、終わった。ダメだ、こりゃ。はい、実況させていただいてます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日は、ドラゴンクエスト3のね、ゲームボーイ版ですけどね。はい。こちらをね、やっていきますね。はい。これやな。はい。これはね、一応最強のデータですけどもね。はい。はい。これね、実はまあね、僕のデータじゃないんですよね、これね。友達のデータですけど、ちょっと名前をね、キャラクターの名前全部、僕が好きな名前に変えさせていただいて、データは友達のデータですね。はい。名前だけね、上書きをね、したというか、はい。データ、内容はもうね、全然変えてないですね。変えてないというか、内容は全くそのままですけど、名前だけね、全部ちょっと僕用に変えさせてもらったという感じですね。はい、そういうデータです。はい。道具。まあそうですね。装備はこんな感じですよね。そうですね。はい。うん。まあこんな感じですね。賢者の石も確か2つあるんですよね。はい。で、まあ、これね、ちょっと前回ね、挑戦した時にね、やられてしまいましたんで、神竜、裏ボスの神竜に挑戦ね、したんですけど、2回、昨日やったんですけど、なんていうのかな、3回ともね、ダンジョンの途中で全滅してしまいましてね、はい。まあ、神竜までもたどり着けなかったというね、はい。まあ、ちょっとそういう状況でしたけど。で、まあ、かなりね、ちょっと、切れながらね、プレイしている感じがね、すごく出てたとかと思いますけどね。はい。まあ、そらそうですよね。まあ、難しいですからね。本当に、はい。はい。ここがそうですね。ここはラストダンジョン。ね、まあ、ここ、竜の女王の城っていうね、とこなんですけど、こっからラストダンジョンの方行けますんでね。今日はどうかな、行けるかな。今日もクリアできなかったら本当に、凹みますね。いや、まあね、本当はね、これ、攻略本によればね、神竜攻略っていうのはね、レベル50が理想的って言われてますけど、まあ、戦略
によりますんでね、戦略によっては全然このレベルでも十分だという意見もね、ありまして、レベル30でもね、倒せるっていう意見があるぐらいなんで、作戦次第なんですよ。はい。作戦次第でって感じですね。はい。ここで。まあ、ここね、ダンジョンですけどね。いや、もうこのダンジョンもほんと何回やったことか。あー、これで来ましたね。まあ、とにかくね、逃げるとね、もう攻められると大変ですからね、逃げない方がいい気がするんですよね。戦った方がね、いいと思うんですよ。で、あ、違った。いいか。攻撃にしよう。で、道具、賢者の石。まあ、こいつらはね、大したことないですから、そんなにね。まだまだそんな、大した敵じゃないですから、こいつらは。どっちかというと、弱い方ですよ、このね、もう地獄のダンジョンですよ、本当にね。その中では、ま、全然弱い方ですよ。もう200前後で倒せる敵ですから、ヒットポイントね。後半になってくるともう、そんなもんじゃないですから。後半になってくるともう、雑魚の日がね、本当にね、ボス並みになってきますから。上がった。本当にね、戦えば戦うほどね、おっと、来ましたね、また。あー、来たな、こいつら。めんどくさい奴ら。めんどくさいんですよ、こいつら。道具、賢者の石。やっぱな、スカルト使ってくるよな。普通に攻撃してくれた方が助かるぐらいな感じだけど、こいつらは。そう、ラリフォーもしてくるからね。めんどくさいんですよ。長期戦になるだけでね。めんどくさいんですよ、こいつらね。まあ、サラマンダーはね、ヒットポイント弱いですからね。ヒットポイント大したことないんでね、サラマンダーは。攻撃強いですけど。でもね、サラマンダーと神竜ってね、姿は似てますけど、全然違いますね、強さがね。ああ、防御力強えな、こいつ。もう、ほんまに。作ると使ってるから。メタルスライムみたいになってるんだ、これ。防御力強くなりすぎてね。ちょっと、ここで、攻撃じゃない、あれ？あれ？これは、マシンか。道具、賢者の石。道具、賢者の石。回復いっぱいさせてもらうとこか。この場を利用してね。うわ、めんどくさいな、こいつ。よし、倒した。よし。ほんとね、こいつ、ね、あれなんですよ。キングクラブはね、時間だけかかるんですよね。ほんとに。ああ、出てきた。ドラゴンゾンビか。まあ、この辺はまだ序の口ですからね。本当に中盤あたりから後半にかけてはね、地獄になってきますからね。本当に。まあ、ゴールド版は大したことないんですよ。雑魚同然なんですけど。ゴールドマンもしかしたらね、この洞窟で一番弱いかもしんないな。そんな気がする。この場を借りて回復させてもらおう。いや、戦闘中を利用してね、回復に使うっていうね。それもまあ作戦の一つですよね。なるべくね、ベホマとかを使わずにね。よし、倒した。長期戦ですな。
歩いちゃった。ああ、こいつらか。この辺はまだいいっすよね、敵が。まだ優しいっすよね、ほんとに。まだ優しい方だわ。ジキルっていうのはね、僕が好きなバンドなんですよね。昔のね、90年代のビジュアル系バンドの名前から取ってるんですよね。まあ、ポニーテールは言うまでもなくね、僕の、まあ、僕は大好きなね、髪型なんで、女性の髪型、一番好きな女性の髪型から撮ってますね。いやー、こいつ、本当にね、軍隊ガニと比べたら全然ちゃうよな、強さが。めんどくさいねな、こいつら。スプルト使うから。防御力上がるからね。ミスリー、スプルトって防御力上がるとあれやねんね。攻撃、なんつうのかな。命中率まで下がるんやね。スプルトって。メタルスライムみたいになるっていうか。メタルスライムみたいになってるしな、完全に。眠らせてくるメタルスライムみたいな感じになってるもんね。あ、めんどくさいな、しょうがないな。道具賢者のうち、道具賢者のうちで。結構攻撃力はでも意外とあるね。うわ、寝た。あかんな、呪文使うか。ちゃちゃちゃ。しょうがないな。もったいないけどしょうがない。レギュラーゴンにしとくか。1グループやから。あとはまあ、一応あれやな、使っとくか、これ。賢者の石。よし。よし、倒した。よし。ああ、時間かかるな、こいつは出てきた、いつも。普通の戦闘の2倍ぐらい時間かかるよね。本当に。そんな気がする。あ、ドラゴン。こいつら弱いな、全然。ドラゴン弱い。ヒットポイント100もないからね。弱った。一番弱いか、ドラゴンが。この洞窟の敵では。そんな気がする。こっちか。あ、またできた。テラクラブ。あ、眠らされてんのか。レギュラーゴン使おうかな。あ、でももったいないな。いいや。あ、もう、賢者の石でいいや。よし、起きたね。使ってきた、おい。しかし、一人の時はスカラ使ってくんのか、こいつ。また全員出たか、おい。ほんとめんどくさいな、こいつだけは。このキラクラブはね、強さは大したことないんですよ。めんどくさいだけなんですよね。全滅するか、ことはないんですけど、こいつで。
ただ面倒いだけなんですよ、こいつは、とにかくね。時間がけかかるだけなんですよ。変に無駄にね、時間稼いでくるっていうね、そういうタイプの敵ですよね、こいつは。よし、倒した。やっと倒したわね。こいつも弱いからね、そんな強くないから。デビルウェザードできた。ちょっと強いもんな、こいつ。道具、賢者の石。道具、賢者の石。キングマーマンもそんな強くないもんね。回復、極楽鳥？これ、さっき倒そう。あいつ、バスルーラー使ってくるからね。先倒した方がいい。ああ、言わなずにや。はい、倒した。はいはい。これ上行けばいいですね。んで、これこっち。もう結構道は覚えてますんでね。あ、こっちは、こっちは間違えた。道覚えてるとか言いながら間違っとるやん。うわぁ、キングヒドラや。めんどいなぁ、おい。道具賢者の石、道具賢者の石。またやってきた、もうめんどくさいな。うわ、やばいやばい。寝てるからね。ちょっと待って、道具、賢者の石。おーえー、あいつまで守備力上げんなよ、おい。キングヒドラまで守備力上げんなよ。うおー、ちょっと待て。これ嫌な組み合わせやな。そうか、覚えてないもん、こいつは。道具ちゃうって。呪文、ザウラル、ポニー。で、一応賢者の石使っとこうかな。はぁ、目が入ったよかった、とりあえず。うわぁ、ちょっとやばいよ、これ。おいおい、守備力、キングヒドラの守備力上げられたら困るで。うわぁ、これは長期戦やな、おい。しょうがないなぁ。使うか、ギガデインを。道具賢者の石で呪文、イオナズン。しょうがないわ、こうなってくると思う。うわ、2回攻撃か、おい。一応、こいつもボスやからな。うわ、強いわ、やっぱり。
おぉ、強いな、やっぱり。硬いなやっぱり。まだ死なないか。こいつな、一晩どれぐらいあるんやろな。1000ぐらいあるんかな。わかった、これこっちやな。あれ、あれ、これこっち、こっちや。うわ、また出てきた、この組み合わせ。勘弁してくれよ。めんどくさいねんから。もうギガ電使ったりも。時間かかるからな、これでもせんと。いろんなやつ。時間かかってるなぁ。やっぱり、キラークラブがね、今回よう出てきてるなぁ。キラークラブ出てくると時間かかるんですよね。その分ね。うわあ、なんか、ああ、まだ死なないか。多分ヒットポイント1000どこじゃないな、これな。2000ぐらいあるな、多分な。やっと倒した。本当に強いわ、ここの敵は。この辺ぐらいからね、きつくなってくるんですよ、敵が。ああ、またこいつらできた。あ、ハグレメタルいるな。ああ、もうまた作ると使い方。ああ、はぐれても逃げたな。まだか。やっと倒した。240ゴールド。ああ、これね、ピラミッドの曲ですね。そうそう。これね、いろんなね、ドラクエ3のね、いろんなダンジョンが入れ混じった、構成になってますんでね。お、ドラゴンゾンビなら全然大したことない。もういいか。攻撃でいいや。まあ、こいつが出たらラッキーだと思った方がいいですね。弱いんでね。
あ、呪文ちゃうわ、道具。金魚の石。49になった。この曲いいですよね、ピラミッドの曲ね。神曲ですね。で、これ、こうやな。お、隠れメタルや。これも、もう超ラッキーやね、こいつ出たらね。倒せたらもう経験値もらえるからね。さすがにでもダメか。なかなか倒すまでいかないか。こいつはもう回復しなくていいや。もう攻めるのみですよ。ああ、逃げがった。一番ダメージ与えてたやつ逃げた。なかなかね、当てられないなぁ。今回の、はぐれメタル度胸あるなぁ。なかなか逃げないぞ。あー、やっぱ逃げたか。倒した。すごい。ほら、来たぜ。誰か上がるんちゃうんだけど、上がらないか。上がらなかったか。まあでもこれは貴重ですな。貴重なレベル上げができた。レベル上げじゃわ、経験値がもらえた。ここ敵出ないよね、多分ね。これでとりあえずね、あれなんですよ。まあ、休憩がてらって感じでね。ここまで来たらまあ休憩がてらって感じだな。何もないんですけどね、特にあとはね、ここは別に。別にいらない情報があるだけで。で、ここでね、飲んでゆかれよ。これでも、これ飲んだからといってどうなるのかな？これもしかしてマジックポイント回復してるとか？そうでもないな。回復してないよな。減ったままやんね。芯も減ってるし、マジックポイントね。なんなんやろ、これ。これ飲んだからといって何がいいんやろ。これだけ謎やな。ああ、間違えた。ここじゃなかった。これ下降りるのよ、ここね。さあ、こっからがあれですよ。厳しい道ですよ。こっから、難しくなりますからね。ここね、バラモスエビル出てきますからね、ここ。意外とエンカウント列は少ない。その代わり。こっちかなぁ。ちょっとこれ道わかんないんですよ、もう。あ、間違ってた。これね、落ちないようにしないといけないのもあるしね。うわ、出た。うわぁ、こいつらも厄介なんですよね。来たかぁ。ちょっと待てよ。バラモスエビルよりマシやけど、これニフラムが効くらしいんで、使ってみましょう。で、もう連続2人ぐらい使っといて、で、あとは、賢者の石使っとこう。ああ、そう、これやってく、麻痺してくるからね、これね。おお、効く。これは楽でいいわ。いいな。効くやん、ニフラム。
あー、違うっぽい。あー、こいつらか。二階賢者の静かとか。魔法トーンね。あー、バイキルトしよったこいつ。倒した。よかった。まだ弱くてよかった。まだ弱い敵でよかった。ここはもしかしてもう神竜？あ、それっぽいな。ちょっと一回回復しておこう。あれ、あまり敵出なくてよかったわ。運が良かった。満タン使うとな、マイチポイント使えそうでもったいないから。ちょっと待ってよ、強さ。全員。あ、完全回復してるね。あ、よかったよかった。じゃあもうそのまま行くか。これね、神竜ですね。あの、裏ボスの。さあ、倒せるかどうかですね。ほんと強いので、こいつは。なんと、またそなたか。すでに願いを叶えたはずだが、ここに来たということは、また叶えてほしい願いがあるということだな。いいだろう。ただし今回は、35段以内でこの歌詞を打ちまくらせたらね、しよう。行くぞ、用意はいいか。35段か。さあ、これですよ、本当に。本当に強いのでね。さあ、時期の神、ポニー、テール、行くぞ。とりあえず、もう二人は必ず賢者の石ですね、これね。呪文、あ、そうか、こいつは覚えてないのか。で、呪文で、まず、あ、ちょっと待ってや。ギラ、ルーラ、マリホ、マホトン。そうか。使いたい呪文がこいつ持ってないのか。じゃあもう攻撃するしかないやん。で、とにかく、とりあえず、クバーハ。で、やっといた方がいいのは、あれ、スクルトはあった。うわ、もういきなりヨナゾンかよ。おい、で神竜で、神竜で、でクバーハをやったやろ。バイキルトって誰が持ってんやったっけ。こいつやったっけ。あ、ちゃうな。これは、じゃあ、もう、賢者の石で、呪文。で、バイキルトが、ジキルで。うわぁ、やっぱ強え。うわぁ、やっぱ連続でしてくるからな。うわぁ、120って。かも、あ、そうか。攻撃、神竜で、もう、しょうがない。回復しておくか、あいつを。ここにいているね。ほんで、道具、賢者の石、呪文バイキルト、二人目。ああ、やばい。危ない。で、攻撃、攻撃。で、道具、賢者の石、道具、賢者の石。うわぁ、強えなぁ、やっぱり。道具賢者の石、道具賢者の石。あー、眠らされた。道具賢者の石。
やばい、やばい。うわぁ、強えわぁ。道具賢者の石、道具賢者の石ね。うわぁ、強いわあ、強いわ。あ、また普通の攻撃力に戻ってんな、これ。攻撃で、で、道具賢者の石で呪文バイキルと。できる。うわ、192て。呪文デフォーマーできる。で、道具賢者の石4倍切ると2人目。うわやばい。あ、死んだ。呪文ザオラル聞くかな。で、ホニーはじゃあもう賢者の石やな。生き返らなかったか、おい。じゃあザオリクやな。攻撃攻撃で、で道具あちゃうわ。呪文、ザオリク、テイル。うわ、やばい。賢者の石、道具賢者の石、2回やっとこう。減ってるから。あー。そう、一人死んだら一人。うわ、やばい。やっぱり強えな。違うな、強さがやっぱり。ザオラル、ジキル、呪文。あれ？ちょっと待って。あったあった。よかった。やばい。やばい、やばい。うわぁ、きついな、これ。真。これなぁ、間に合わないよなぁ。ザオラルじゃあかんねんなぁ。道具、世界樹の葉あったっけ？ないかぁ。これザオラルやってもなぁ、間に合うかなぁ。効かなかったら、こっちやな、さっき光らすとしたら。あ、生き返った、よかった。で、呪文、ベホーマ、ジキルで、あ、ジキルじゃあテールで、で、テールは呪文、ザオリクで、ポニーの方がいいかな。うわぁ、いろんなやつにやってきた。おぉ、よかった。あ、屋内とか全滅するとかやったな、おい。で、一応ね、賢者の石を使って、呪文、ザオリクで、ジキル。で、道具、賢者の石、道具、賢者の石。続けた方がいいかな、余計なことせんとな。いろいろバイキルトとかいろいろやるから行動が遅れるんよね、それがやるとね。それもそれで、やられやすいっていうかね。
この戦い方が一番いいかもしれん。これ続けるのが一番。普通じゃないから、こいつの強さは。じゃあじゃあ、攻撃道具、賢者の意志。ちょっと待った。一応、ベホマラーかなんかしといた方がいいかな。ベホマゾンがちょっと使いすぎやな。ベホイミでもいいから、かけとこう。で、賢者の意志。うわぁ、やっぱり、すげえ。うわぁ、もう。ほんまに強えわ、こいつは。テール寝てるもんな。テール寝てるからなぁ。ちょっと待ってよ。呪文、ザオラル。で、ちょっと待って。世界中の歯は誰か持ってない。あ、あった。あ、じゃあ、こっちの方がいい。攻撃にして、道具、世界樹の葉、スキルで、危ない危ない。攻撃、呪文、リフォーマー、テーブルで、道具賢者の石、道具賢者の石。やばい、やばい、やばい。あー、危ない。寝てるんか、あいつは。道具賢者の石、道具賢者の石。うわぁ。ほんと強えな、こいつは。さすが最強の敵やな。ザオリク。これでね、コードが一つ遅れるから、賢者の石一つになるとね。うわ、やばい。危なかった、今のは。もう、マッチポイントまだあるか。道具賢者の石、道具賢者の石。やばい。本当に疲れるよな、こいつと戦うのは。あ、しまった。賢者の石一個に乗ってもうた。一番、そっか、眠ってるってなるとね、一個コマンドが減るからね、厳しいんですよ。この曲は神曲ですよね。本当に神曲。いや、今日はね、バラモスエビルが出なかっただけでも全然違いますよね。運が良かったですかね。うわ、やばい。ポニーやばい。もう使っとこう、ベホマね。もう100台になってくると、一応回復に努めた方がいいね。100なんて、100いくらなんてあっという間にね、減るから。200台、300台を維持しとかないと、これは絶対やばいよ。うわ、150だもんな、1回でも。
ああ、学んで訳そうやね。後ろの二人はね、応援でね、回復に回って、前の二人が攻撃に回ってっていうね、役割でね、やっていくのがやっぱ一番いいかもしれん。結構回線が出てるね。それはすごく助かる。これが怖いねな、凍える吹雪がな。うわー、めっちゃ強えなー。おお、回線結構出る。こっちヒットポイント何歩ぐらいあるんやろなー。255って、おい。あー、ミスったか。うわ、やばい。100台になってきた、ヒットポイントが。なんかね、戦士はね、ミスりやすいっすよね。なんか知らんけど、命中率悪いんやな。戦士の攻撃力強いのにね、ミスるのは結構ね、ロスなんですよ。1回分のね。うわ、240も食らったよ、俺。あ、マジックポイントないの。じゃあ、ベホミでもいいから、使っといて。うわなあ、ほんと強えなあ。うわあ、強い。うわあ、2回やってくるかよ、おい。あ、死んだよ、おい。ザオリク使えるな、よかった。死者なしで倒すの無理やね、こいつはね。絶対死ぬよね、一回は。まだこいつ回復しないからまだいいな。こいつ回復持ちしてきたらめっちゃ最悪やんね。やばい、やばい。うわー。おー、倒せた。疲れますわ、本当にもう。すごい経験値やな。ほうほう、少しはできるな。人間にしては強い方ということか。しかし、この私を倒すのに50ターンもかかっていては、そうか。倒したことにはならぬぞ。あまりのんびりすぎてあくびが出そうだわい。真意をもっともっと強くなることだ。そして出直してくることじゃない、さらばじゃ。まあ、それでもいいや、倒せたらまあ、もう満足ですわ。まあでもこのね、神竜よりもね、はるかに強いのはね、このゲーム、ゲームボーイ版にしか出てこないね、グランドラゴーンっていうのがいるんですよ。同じ神竜と同じ姿してて、金色の竜なんですけど、これはもう、神竜とは比べもならないぐらい強いらしくてね、はい。そうらしいですよ。で、これでまあとりあえずね、クリアできましたね。あ、そうやそうや。何やっとんねん。ルーラー使えばいいやん。その方が早いやん。呪文、神、ルーラー。あ、そうか。
もうね、疲れてるからね、みんなね。寝かして、寝かしてやんないとね。あれ、こいつか、ルーラー使えるのは、こいつや。ダーマ神殿。これか。これ絶対もう間違いなくセーブした方がいいな。経験値がもう波じゃないから。ただ先寝とこうか。で、これで。ここで。これでね、すごいな、経験値がもう、レベル1個上げるだけもすごい大変やんか、これ。記録してもよいかな、はい。1番ね。いえ。はい、これでね、なんとか、4回目でやっと神竜倒せました、はい。ということでね、満足でね、終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、YouTube の、僕のね、チャンネルの登録をお願いいたします。